今日の試合の感想をお願いします。はい、これ勝てると天皇杯の予選に出れるっていうことで、彼らの成長にとっては非常に大事なゲームだったので、それの権利を得れたっていうところで言ったらすごく良かったなと思うし、また相手もすごくやっぱり強かったので、今僕らが持ってる現状でできる部分とできない部分とが分かったっていうことで、またこれがしっかりとトレーニングに生かせるんじゃないかなっていうふうには思ってゲームを見てました。スタートして、約1ヶ月ですが、手応えというのはどんなような、このトレーニングに対してすごくこう真摯に向き合ってくれているのと、あとすごくこう上を目指してプレーをしている、トレーニングに臨んでくれているので、そういった意味ではこれからどんどん良くなるんだろうなっていうふうに思ってるし、期待もすごくしています。はい、じゃあ最後に今年の目標をお聞かせください。もう本当に公式戦が、ね、たくさんある中で、それはもちろん勝ちに行くのは当たり前だと思ってるし、そこで違いを見せるのも僕らの仕事だと思っているので、ただ一番大事なのはトップ選手に今シーズン本当に何人か絡めるぐらいのレベルまで引き上げれればいいなと思うし、将来的にベルディを支えていける選手が心身ともに鍛えて上に上げれればいいなというふうには思っています。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。